望はありませんと発表したということですとなっておりますが、このニュースを取り上げるかどうかっていうのはだいぶ、はい、この虎ノ門のね、スタッフの方も、はい、考えて、普通だったら取り上げたくないと、つまりフェイクニュースであることの可能性が高いんですよ。あ、はい、だけど、分かんないんですよ、で僕はこれ一応今日放送したいと、はい、なぜならば、この世界っていうかな、現在の世界っていうのはフェイクとフェイクじゃないのが混ざってるわけです。せめぎ合ってますよね。せめぎ合ってますね。朝日新聞なんか全部フェイクですしね。それから NHK も半分フェイクでしょ。それで、まあそれが世界ですからね。例えば大統領選挙でもフェイクニュースは山ほどある、はい、だからよくこういうことです。何を信じたらいいんですか、ね、もう今ね、信じるっていうのは自分で判断するしかないんですよ。切実な問いだと。これが信じられるとかこれが信じられない、はい、だって僕なんか NHK 全く信じてませんが、あれ受信料を取ってる放送局だから、受信料を取ってる放送局がフェイクっていうの変でしょ先生。ただ須田さんの説ではあれはみかじめ料だっていうお話が、ね、あ、みかじめ料でしたね。ドラマニュースありましたが、はい、これで難しいんですね、これはね、僕は何で最初見たかっていうと、AFP で見たんですよ。 AFP 通信、うん、はい、AFP 通信で、AFP 通信で見て、オリジナルを見たら、どうもスペインの方だと、それで今言ったらスペインのやつ、それで AFP が出て、それで AFP が出た後もう1週間ぐらい経ってとっかなとかいう日本のサイトがそれを日本語に翻訳した。それで日本語のやつを出すようにした、ところがこれが世界中駆け巡ったので、ジブラルタル政府が今度その打ち消しをやった、これは嘘だっつって、今のところ嘘かどうかわからないんですよ、政府が正しければ、このニュースはない、それから民間が正しければ、民間これあると、ところが民間の方は一応その政府がそういう出したので、全部記事を下げちゃったわけですね、でつまり現在のマスコミっていうのは、フェイクニュースだと分かると、別にそれを言うんじゃなくてただ記事を下げちゃうんですよ、そうすると、僕ら見てる方はね、なんか記事見たけどなんかないなっていうぐらいになっちゃうわけ、その時に僕は今日これお願いしたのは、絶対にフェイクって入れてくれと、はい、フェイクかなんですね、正しい、まだ政府が言ったのと一般のメディアが言ったのが違うというだけですね、ですからこれがやがて本当のことが分かるでしょうけど、まあここで分かってもらいたいのは、ワクチンについてもう2つの説があって、もう難しいわけですよ、それで僕もよく聞かれるんですよ、ワクチンやった方がいいですかね、どこですかねと、そしたら非常に簡単に言うとね、自分の健康のためにはあまり関係ないけど、日本全体で流行しないためには多少意味がありますかねと、そういうことですね、国のために死ぬか、はい、死ぬかどうか分かんないけど、はい、自分の身を大切にするかと、それをちょっとね、数値で説明しますとね、どういう状態かっていうのをね、ちょっと説明します、僕の場合データに基づかないものは言わないからね、思想とかそういうの言わないから、あくまでも、はい、そうそう、事実が先ですからね、 P なんか、ここに立てますか、それそれ、あ、それです、イスラエルのやつね、はい、はい、はい、ワクチン副作用の評価、はい、ね、日本人は特に難しいんです、これね、評価非常に特に難しいってことを説明したいんですね、はい、論理的に説明するだけですよ、データの解析をするで、はい、僕はまあ比較的ワクチンには、学問の進歩だからいいっていう考え方なんです、ワクチン反対派じゃないんですよ、で僕は 毎年インフルエンザのワクチンを やってたんですから接種は、はい、ただもう、今もうコロナウイルスのためにインフルエンザのワクチンがもう全部死に絶えちゃってもう正月から全く観測されてないんですよ今、だからちょっとワクチンしてないんです。これね、非常に難しいけど、今からワクチンをしようかどうか迷ってる人には極めて重要で、これデータだけですからね、イスラエルが先行して、なんかかなりの人数ね、国民の 40% とか言ってますけど、それでその中で12万8600人を抽出して、ワクチンを接種した後に、どのくらいコロナにかかってるかっていう調査をした、そしたら1週間で20人が PCR 陽性になった、いいですね、はあはあ、これを1万人あたり、感染者1万人、感染者数と1万人あたり、1週間あたりの感染者数で見ると、だから10のマイナス4乗になるんですけど、一応 1.55、1万人あたり 1.5 人が感染してると、はい、こうなるわけですね、一応、これはイギリスと比べれば非常にいいんです。イギリスは6700万人のうち、
50州、まあ、大体50州ですから、370万人が PCR 陽性になってます、はい、したがって1万人あたりイギリスは11人が PCR 陽性になるんですよね。ですからワクチンをすると11人がかかるところが 1.5 人がかかるように減るということですので、まあ 90% ぐらい効果あるねと、こうなるわけですね。ですからまあ 俺もやろうかと、こうなりますね。だけど日本はね、実はね、1億2700万人のうち50州で36万人が PCR 陽性なんですよ。これ全部公式データだけですけどね。そうすると日本の場合は1万人あたり 0.5 人しかPCR 陽性になってないんですよ。そうするとワクチン打つと3倍になるのかと、こうなっちゃうわけですね。これはね、僕は科学者なんでデータの見方が一般の人と違うんです。僕はデータを見るときはデータだけから判断するんですね、まずはい、他の、先入観とかいっぱいありますが、それをちょっと切ってデータだけで見ますから、そんなことないじゃないかっていう人いっぱいいると思うんですけども、普通 の科学の見方としては、イギリス人は11人が感染するところワクチンを接種したら、まあ、イスラエルとイギリスと違いますがね、同じだとすると 1.5 人に減るなと、こうなるからいいんですけど、日本の場合は母数っていうか、もともと感染者数が少ないんですよ、これでね、感染者数が少ない病気について、はい、今までワクチンというのは打ったことがあまりないんです、うん、つまり風邪でもね、インフルエンザみたいにものすごく多い風邪は、するんですけど、はい、皆さんもやったことないと思うけど、感染性胃腸炎なんて結構あるわけですよ。それはワクチン打ったことあるって言ったら打ってないわけ。そうですね、だけどお腹が痛くなったっていうだけなんですよ、はいはい、ウイルス性で痛くなった、それはどうしようかったら、感染者数が、インフルエンザは推定感染者数2000万人、病院に行った人で1000万人ですから、1000万人2000万人ってことになるとね、それはワクチンを4700万人かなんか打ってるんだけど、4000万人ぐらい近く、それで減らそうってことなんですよ、はい、それ何を言ってるかって、これを言ってるわけですよ。うんとかかる病気はワクチンを打つと減るけども、もともと少ない病気にワクチン打ったらどうなるかよくわからないんですよ、あまりに少ないので、それで、まあなぜ日本がこんなに 0.55 なのにワクチンを打とうとしてるのかということを政府は言わなきゃいけないんですよ、はあ、これが僕はワクチン行政に対して問題を提起してるのはそれなんですね、はい、つまりいつもワクチンの時はワクチンを打てって言うんですよ、でワクチンは安全だとかそういうことだけしか言わない、そうじゃなくてね、僕は本当に国民が打った方がいいかどうか判断する材料を提供する、で僕は今日これを指摘しますので、もしもこれをお聞きの人たちはね、なぜ 0.55 でもワクチンを打たなきゃいけないのかと、はい、いうことをね、日本はイギリスじゃないんですよ、はい、例えば14世紀にヨーロッパでペストが流行った、ペストが流行ったからヨーロッパは大変だった、半分ぐらい死んじゃって、ところが日本は何をしたかって何もしてないわけですよ、なんでかったら、はい、ペストが流行ってないから。そうですね、だから国によって流行してる国と流行してない国がある。だから必ずしも日本はヨーロッパがやったから日本がやらなきゃいけないってことはないんですよ、で僕のこれから以降は私武田邦彦の個人的意見を言わせていただきます、はいはい、これは個人的意見なので、そう思って聞いてくださいね。私は日本ではですね、急いでワクチンを打つ状況にないので、日本が買ったワクチンを流行して貧乏な国にこの際融通してあげて、そしてやがて日本がの流行が増えてきたら、だから政府はこれが1ぐらいになったらとか10ぐらいになったらっていう見込みを言って、それで準備はしとくっていうぐらいがちょうどいいんじゃないかと、要するにちょっと今早すぎんじゃないかなというふうに思いますね。したがって本当にワクチンっていうのが1万人あたり 0.55 人っていう非常に低い流行レベルの時にですよ、36万人しかかかってないっていうのはね、ものすごい少ないんですよ、今までインフルエンザは1週間で40万人が一応警戒領域だったわけ、はい、警戒、それでも警戒って言ってないんです、注意だったかな、100万人、80万人ぐらいが警戒なんですよ、はい、だから1年でね、約1年ですけど、1年で36万人ってものすごい少ないんですよ、ですからこういう時の我々の
貿易体制をどうするかっていうのは、よく政府がですね、論理的に、はい、まあ、今のね専門家会議っていうのはそういうことをちゃんと論理的にこれ計算もしてないんじゃないかと思うんですよ、これ私の計算なんで、もしかしたら少し計算間違いあるかもしれないけど、まあ、一応慎重に計算しました、まあ、医師会の方が根拠はありませんがって言っちゃいますからね。そうあれが一番驚きでしたからね。そういうことですね。ですからまだちょっと時期が早いから、むしろ WHO が言ってるように、はい、僕はWHO からなんか警告なんか受けてるんだけど、僕は WHO とかなり意見が同じなんですよ。ああ、WHO も同じこと言ってるんですよ。金があってあんまり流行してない国に先にワクチン打つよりか、優先的順位としてはね、うん、貧乏かどうかは別にして流行してるところにね、限りあるワクチンを出してくれと言ってるわけですから、はい、やっぱりこの際日本は国際的にもはっきりね、公言して、はい、日本人は頑張ると、衛生環境を良くして、もう道義上の問題ですね。そう、はい、マスクも外して頑張ると、はい、ね、うん、マスク外してってみんな分かるかな、マスクしてる方が感染するからね。いや、今でも二重マスクなんていう話が出てきてますから ね一重で防げないものを二重にして防げるって言ったらね、ノーベル賞ですよ。いや、それはもちろんそうなってきますかね。そんな単純な方法があったのかとという先生の、はい、あ、皆様にお願いいたします。あ、先生、バトンの鐘が鳴らさなくていい。あ、そうか、はい、というこれ庶民の時だけしかダメだよ。いやという先生のお話なんですが、はい、武田恒康さんはいかがでしょうか。はい、先生のおっしゃった、先生の個人的見解とおっしゃった部分はですね、私本当その通りだと思いますね。あ、そうですか、はい。と言いますのは、いや、むしろ、いや、日本は自力で抑えられてるから、よそのね、大変なところに融通するよっていうのは、これもしオリンピックを本当にやるならば、これ大きなプラスになるんですよ。あ、なるほどね。だから日本はワクチンを打たなくていい状況なのかってなるわけですね。だからまあ考え方によってはワクチン打って大丈夫ですよっていうのも一つですけども、いや、まあ、融通するからって言うと、おのずと日本は安全なんだと思われますよね。なるほど。だからそっちの方が政治的にね、かなりプラスだと思うんですよね。なるほど。はい。でですね、私も例えば今回のワクチンというのはもう歴史的にありえない速さで承認されたというか、アメリカではまだ承認までされてないのにも打ち始めているんですけども、本来だったら最低でも5年とか経過を見た上で、あらゆるこの副反応とかを見た上でですね、例えばこういう人は打っちゃダメとか、妊婦さんはどうとか、この薬を飲んでる人はどうとかっていうのは、それなりに使って初めてあぶり出されるものもあるわけなんで、ただ今回の場合はこういう世界がこういう状況なので、ありえない短期間で使われ始めた。だから普通のワクチンよりもそれは当然リスクが高いわけですよ。だからイギリス、アメリカではその、ワクチンによって得られる利益とワクチンによるリスクを検討したときに、得られる利益の方が大きいという判断なわけですよね。ところが日本の場合は今先生おっしゃった通り、言うほど流行ってない、なのに、あんまりデータのないものをいきなり今打つっていうのは、だからリスクの方がやっぱり大きくなってしまう可能性があるわけですよね。ですから、まあちょっと日本の、メディアがね、もう毎回もう東京だけで2000人だ3000人だうわーって騒ぎますけど、そんなこと言ったらアメリカなんか1日20万とかですからね、もう全然もう桁が2つも違う話なんで、いや東京2000人っていうんだったら、じゃあニューヨーク何人かを同時に、ロンドンが何人かを一緒に行ってくれれば、あ、まだ頑張ってるんじゃないかという気持ちになりますけど、ああやってね2000だ3000だって言われたら、そりゃげんなりしますよね。ですからちょっと今海外の状況がどうかっていうことを聞くと、やっぱびっくりしますよ。もう本当に都市封鎖やってますからね。だからもう不要不急どころかもう出ちゃいけないんですから、はい、出たって何の店もやってないわけで、それこそスーパーとかしかやってないわけで、しかもそれもなんか何曜日、この地区のこの人たちはこの部屋の人は何曜日しか行っちゃダメみたいな、そんなんで輪番制みたいになっちゃって、なので、ね、そうです。だからそういうところでみんなワクチンワクチンって言ってるわけで、はい、まあ日本はなんかね、どうしても、まあ、ワクチン打ったら自分は大丈夫みたいなね、で、まあ、ワクチン打つことによって社会が、あ、これ大丈夫って思えるんだったら、まあそれはそれで価値あるんじゃないかな、まあ、病は気からって言いますからね、そういう効果はあるんじゃないかなと思いますけど、やっぱり総合的に考えたら、もう本当に今先生がおっしゃった通り、困ってるところにもう、ね、融通しちゃうっていうのは、これはね、政治的に相当影響ありますよね。影響ありますよ。別の効果も
国際社会から日本は自力で抑えられているっていうふうに見られますから、見込みうると思いますかね。でもう散々ねヨーロッパとかアメリカで使ってデータが蓄積した上で、将来日本が本当に必要になった時に、ちゃんとこの、もう経験値を持ったワクチンを使用するということになると余計日本人の命を確実にこう守るということにつながりますからね、やっぱここはですね、あの何でもかんでも世論の言うままにもう見切り発車でやるんじゃなくて、ちょっとむしろ落ち着こうよっていう空気を一度ちゃんと出してほしいですよね。一番求められるはずですけどね、それが。ですよね。はい。なんか出だしは宮様と新民でいいスタートしますね。いや、私も新民なんですよ。だけど神武天皇の血筋だからな。大変だよ。あ、でも日本人であれば、あのほぼ全員神武天皇の血筋は受けてるはずですので。あ、そうかそうか、先生、一君万民ですから皆さんご一緒という、そんな区別されることないじゃないですか。そう、僕なんかだけどすごく謙虚だからね。謙虚で笑っちゃいけないって。次行こう。あ、その前にですね、せっかくあのお話に出たので、ちょっとアンケート取らせていただきましたので、視聴者皆さんにね、ただいまのお二方のお話で関わるアンケート、はい、ご協力いただきました。日本のワクチン他のコロナ流行国にあげてもいいと思いますか。うん、いいんじゃないのという方 78%。 おお、79%いきました。さすが日本人だね。いや、よくないんじゃないという方も一応 7% 以上、どちらともいない 14% ぐらいですか、ということで7割以上、8割近い方はね、いいんじゃないのという。やっぱ日本人はね、大東亜戦争とも、ね、命を捨てて有色人種を守ったっていう、はい、そうだからね、その伝統が大切ですよ。このアンケート結果に反映されてますか、という、最初のニュースでございましたが、続いてのニュースは、先生せっかくですから、常吉さんにもお選びいただいて。あ、よろしいですか。よろしいですか。そう、僕常吉さんは次やりたいのがあるんだ。じゃあそちらやりましょう。そちら。あの3番、あの、わかりました。じゃあ、こちらですね。そうそうそう。はい、じゃあ、あの、先ほど。その次は、あの、僕は何も言いません。わかりました。じゃあ、とりあえずこっち先にやって、次は、そうです。常吉さんにコロナをね、本当はもうあんまり、このコロナやりたくなかったんだけど、やっぱり、今みんな迷ってる人が多いから、そこだけやりたいんです。最初の話題にやっぱりね、感染するニュースとして、はい、参りましょうか。そこだけね、きちっとね、データに基づいてね。かしこまりました。では、コロナ感染の30代女性が自宅療養中に自殺かというね、このニュースも続けてまいりましょう。これは東京新聞の記事を一部割愛してお伝えします。新型コロナウイルスに感染した東京都内の30代の女性が自宅で療養中に亡くなっていたことが捜査関係者への取材で分かりました。自殺とみられています。小学生の長女も同時期に陽性と判明。女性は生前学校でコロナを広めてしまった可能性がある、娘の居場所がなくなるかもと夫に悩みを打ち明けていたということです。捜査関係者によりますと、女性は夫と子供の4人家族で、女性と長女は先に陽性となった夫の濃厚接触者と認定され、先月8日に PCR 検査で陽性が発覚。無症状だったため自宅療養中だったとのことです。15日朝にこの女性が自宅で倒れているのを見つけた夫が110番通報。自殺をほのめかす内容のメモが見つかっているということです、という1月22日付の東京新聞の記事なんです。これは、まあ、あの私がずっとコロナの、ここで報道を、ね、説明してますけども、その中でも最重要ぐらいの問題なんです。で、どういう問題をこれ含んでるかというと、あのまずね、なぜ新型コロナを2類に指定したかというとですね、これちゃんとあの医療関係者にも確認してきましたが、当たり前のことですが、症状が厳しい